こんばんは。やっほー。なんか、こんばんは。こんばんは。やっほー。こんばんは。いいかな、もう話しても早いかな。早いですかね。皆様こんばんはでございます。はい。ということで今日の配信はこのビスさんのショールームイベントでなんとサインをいただいたということで、今日はその皆さんのお礼をする配信になります。ありがとうございます。本当にへー、あのですね、昨日ですよね、昨日イベントが終了したんですけども、1週間イベントにビスさんのイベントに参加させていただいてて、で昨日そのイベントが終了して、で結果があの今日のね、今日分かるっていうことだったんですよ。昨日の時点ではまだ分かんなくて、でなんと今日結果が正式に発表されまして、皆様のおかげであの3位になることができました。ということで、あのビスさんの4月号の方に紙面に掲載されることも決まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に皆様、皆さん、はい、なんだろうね、ありがとう。午前中ずっと心臓バクバクしてたって。いや、なんかそうね、まずなんて言ったらいいんだろう、今日はお礼配信、そのイベント自体のお礼の配信をしたくてですね、はい。そう、もし3位なんですけども、本当に皆さんのおかげで3位に入らせていただくことができました。目標をね、ずっとあの3位以内目指してますっていう風なお話はしてたんですけども、そう、なんだろう、なんかドキドキしちゃう、どうしよう、何から話していいかが分かんない。で3位以内を目標にしてますっていう話をしてたんですけど、イベントやっぱり終了間際になると変動、順位のね変動があったりで、もう終わる直前に4位だったんですね、私で。正直そのもう本当にあと3分とかで終わるぐらいの時に4位になって、でそれまで3位をね、皆さんが頑張ってくださってたおかげで3位にいさせてもらったんですけども、直前で4位になってキャーってなってキャーって、3位以内をね目指していたので、あとちょっとで終わるけど、あ、4位だーってなってしまいまして、そう、それで一人で配信をしてたので、最後の時間はだからもう、あ、もしかしたらもう今回はダメかもしれないってちょっと思っちゃった部分がね、申し訳ないんですけどちょっとあっちゃって、でも なんだろう自分の中でイベントに参加したことは全然後悔じゃないなって、そこまでちょっと一旦心にふっとしたところで、みんなが同期がその私がちょうど4位になって、ちょっとそういう自分の心の中でそういう整理というかして楽しく歌を配信で歌った時に、最後みんな同期が
ななか、ざわちゃん、いくのちゃん、しぶいちゃんがめっちゃ走って、なんかドドドドンみたいなめっちゃ聞こえたんですよ。でドドドドドガチャンみたいな聞こえて、何と思ったら、もう残り本当に何分かで終わるタイミングで、その子たちが駆けつけてくれて、本当の駆けつけ、もう走って駆けつけるガチガチ駆けつけをしてくれて、でその時に、何だろう、なんか一人のその部屋の中一人で配信してたので、なんか最後ね、ちょっといろんなイベントを参加しますって決めた時から、その毎日1週間配信してきて、なんかのいろんな気持ちになってたところで、みんながサプライズで駆けつけてくれて、なんかみんなの顔見たら安心しちゃってなんかなんだろう、もしね、あの目標にかなわなかったから悔しくて涙とかじゃなくて、あのなんだろう、その同期の子たちがその最後の最後まで、あの私を応援するためにガンダッシュしてきて駆けつけてくれたこととかがなんか嬉しくて、なんか思い出したら泣いちゃうっていうぐらい、なんかそれが嬉しくて、でしかもなんか最後に歌ってた、カラオケ配信してたんですけど、最後に歌ってた曲が君どこ歌ってて、なんかそれもなんかタイミング的になんかちょうど落ちサビみたいなとかだったし、結構もうイベントが終わるっていう差し掛かってたところだったので、なんかいろんなのが重なって、なんかそのなんだろう、優しさにと、そのなんだろう、その同期の顔を見ただけで、あ、こんなにもなんか心が安心になるんだというか、それの感情が溢れた感じのそれでした。そう、めっちゃそれでね、それで本当に最後までイベントを駆け抜けたっていう感じだったんですよ。そう、なんかその時になんかまたちゃんとなんかそのなんだろう、それイベント終了ってなった時にはあの4位だったんですよ、終わった時の順位が。私のこの配信の画面の横に何位ですって出てくるんですけど、それが4位で終了ってなってて、だから、あ、もう、あ、今回はダメだったんだなって、なんかもう心をもう普通にその結果を受け止めて、でその上でそのみんなも来てくれてって感じで、なんかでもその結果を見た時に全然あのめっちゃ、あ、もう なんだろう、もうダメだったじゃんみたいな、そういう感情じゃなくて、普通にその順位を見た上でなんか、あ、めっちゃ参加してよかったなって思ったんですね。そう、なんかこの1週間でファンの方たちとか応援してくださる方とかもそうなんですけど、なんかそこもだし、あと何よりなんか同期がすっごい支えてくれてた1週間でめっちゃメンバーに支えられてたなっていうか、そう、なんか改めていろんなことに気づかされた1週間だったなって思いました、すごく。うん、そう、だからなんファンね、応援してくださってた方ともたくさんめっちゃ思い出もできて、なんか毎回の配信とかもね、見てくれてコメントしてくれてそう、朝配信したりも結構してたので何回かね、でさ、それの時間に合わせて起きたよって言ってくださる方もね、
結構 いらっしゃったし、なんかなんだろう、一人でイベントを乗り越えたっていう気持ちじゃな全然ない。なんかめっちゃみんな、めっちゃ総勢何人だろうっていうぐらいの人たちと共になんかこの1週間を駆け抜けた感じ。なんかそれがめっちゃ嬉しかったです。そう、結果も最終的には今日発表されて3位っていう風になれて、そう、目標にも届けてっていう感じだったので、それもすごく嬉しかったんですけど、やっぱりでもそのなんだろう、応援してくださる方と同期とのなん、あの思い出というかそういうのが濃くなったっていうか、そっちの方が、あのそっちの方がって、なんかどっちがとか決めるあれじゃないんですけども、なんかそれなんか得るものの方が得るものしかなかったというかなんか伝わるかなそう、なんかそういうことですね。なんかってめっちゃ言ってるね今めっちゃ気づいたんですけど、すごい難しいけど、そう、めっちゃ結果も紙面に乗ることができるっていう順位をいただいたことを、もう本当に本当に目標にしていたのですっごく嬉しいですけども、なんかやっぱりみんなとみんなと楽しく本当に過ごせたなって思って、それがめっちゃ嬉しかったです。最終的にそうなんですよそう、何回配信再びめっちゃね、なんかなんかって言ってるそう、なんか言葉難しいけど、そう、それぐらいめっちゃハッピーハッピーでした。それでなんか自分なんかめっちゃなんて言うとしたっけそう、嬉しい気持ちでしかなかったっていうことというか、なんかすごい、あ、そうそう、絆っていうか、すごい愛を感じたっていう言葉が一番近いのかな。そういう一週間でした。めちゃくちゃなんかね、私を推してる、何回か話したと思うんですけど、私を推してる方じゃない方とかもファンの方が広めてくださって、その私を応援していない方とかも配信を見に来てくださって応援してくださるっていうのをなんか見たのね、お見かけすることがよくあって、なんかね素敵だなって思って人のためにこんなにね応援してってすごいね、なんか私をのためにそんなにしてくれる方がいるんだっていう風に思って、嬉しかったっていうか、なんだろう、そう、今までというか、まあ今も別に完全にってわけじゃないけども、すごい自信につながったっていう感じですかね。なんか元からすごい自分に自信を持てて活動できてたわけじゃなかったから、何もなんか特に別にすごく何かができるっていう人でもないし、なんかめっちゃね
突出して何かができてすごい人気があってとかでもないし、だからなんか皆さんのおかげでこのイベントを通してってか改めてすごいなんかこうやって応援してくれる方がいるっていうことに、いてくださるってことにすごくめっちゃ気がつけてっていうかね、なんかすごい優しさも感じたし愛も感じたし、その同期たちの優しいところをなんかさらに発見することが多かったし、本当に本当にね、目標にも届けたっていうのもあるけど、そういうたくさんいろんなことに気づけたことだったり、そう本当に得るものが多くて、本当に最初はチャレンジ、このイベントをチャレンジするのは結構ね、勇気がねいったんですよ今まで何もしたことがなかったから、なんかショールームのイベントもそうだし、あのラビリンスの方もね、今まで立候補もしたことなかったから、そうちょっと結構ね躊躇っていうかとねあったけど、こうやって多分そうね、しかも素晴らしいね順位もいただいたし、なんか良かったです、すごく。多分これは3位にランクインできてなくてもきっと多分こう思ってたんだろうなと思って、その上での参加して良かったなっていう気持ちです、すごく。だから本当に皆さんにはたくさん支えられてね、しかも結構毎日3時間ほど配信だったので、多分ね本当に見てくれる方がいなかったらできてなかったからね、普通に心折れちゃってた懲りずにたくさんコメントしてくださったりね、応援してくださったおかげですしね、だって意味わからない話しかしてないのにちゃんと聞いてくれてありがとうございますって感じです、本当に。何話したらいいんだろう何したらいいんだろう。どうでしたか、なんかイベントでの思い出とかありますか。なんか結構最終日バタバタで結構盛り なんだろう歌をめっちゃ歌ってっていう感じだったから、楽しかったですか、楽しい1週間になれましたか。ね、なんかすごく濃かったですよね1週間が配信の振り返り動画自分で作って自分で泣いちゃったよ。そうなんか配信終わってからそういう1週間分のまとめてくださったりとかを見たりしたので、それも嬉しかったです。あと今日あれだ、社服に出させていただいてたんですけども、それは1年ぶりに出演だったんですけど、でその時にお客さんも来てくださってて、でファンの方とかも来てくださっててね、で3位おめでとうっていうのを持ってきてくださってる方がねいたよ、めっちゃすごい見つけました、たくさん嬉しかった、それもありがとうございました、本当に。ね、笑いあり感動ありね、楽しい。そう、なんかめっちゃね面白いっていうかお母さん、私の母がね最後の配信30分ぐらいを見てくれてたみたいで、そしたらそのみんなが最後らへんに駆けつけてくれたじゃないですか。でなんか君どこを歌ってる時に、あとイベントが何分かで終わる、で今4位だっていう状況の時にみんなが駆けつけてくれたっていう、そこを見てね
なんか泣いたっていう連絡が来ました。涙が出た。なんかそれでその後にめっちゃ面白いのがね、ロッキー最高、赤いあのびっくりマークみたいなのが2個ポッポってついてて、めっちゃおもろかった。ロッキー最高びっくりマークみたいな、しかも赤いあのでかいあのそれめっちゃ面白かったです。わざわざ連絡してきてくれて面白かった。であとマネージャーさんも見てくれてたみたいで、そうで、あの配信さ結構みんなが最後の日の最後の時間のあの配信、あのここかれんちゃんとかも来てくれたんですね、顔出してくれて。でそうあのね、そうだあの配信ね、最終日の最後の時間帯は本当に誰もゲストをお呼びしてなかったんですよ。誰もお呼びしてなくて、そう一人で配信、その前に配信する前がちょっとお仕事とかの都合で、どのタイミングで戻ってこれるかがわからないとかそういうのがあって、そう私とサーヤだけ先にその前のお仕事から先に一足先、みんなより一足先に戻ってくるっていうのをしたんですけど、帰るっていうのをしたから、だから多分きっとバタバタになっちゃうから、ちょっとゲストを呼びしてってするのは多分難しいだろうなって思って、一人、あと最後だしラストだし一人で配信しようっていうふうに決めてて、だから本当に誰も呼んでなかった、なんか呼んでなかったっていう言い方はちょっとあれだけど、ゲストをお呼びしてない状況でのあんなにみんなが急遽本当に何だろう飛び込み、だから扉が勝手にガチャって開いて、え誰ってなんか誰が来たかも把握できてないっていう状況だったから、本当に飛び入り参加で来てくれましたみんなあの最終日のみんなは飛び込みで、したマネージャーさんがね、あとそう最後に駆け込みであのみんなが来てくれたんですけど、マネージャーさんがあと何分だよってみんなに声かけてくれて、でみんなはちょっと私が配信してた場所とちょっと離れた場所にいたけど、あ間に合うかなとか言いながら走ってみんなで来てくれたみたいでそうめっちゃ、だからめっちゃダッシュで走ってドタドタ来てくれたなみたいで、みんなも間に合うか間に合わないかぐらいで頑張って足走らせて参加してくれてたみたいで、なんか愛おしいなって思ってめっちゃね、そうさあちゃんとは同じ建物で配信してたので、みんなね出てくれてたけど、そう行き来をねずっとしてくれてたから一番大変だったかもね、みんなが優しいよね本当にそうなんですよ、そうさめっちゃ面白い、そう私ね最後の最終日あれカラオケ配信してたんですよ。カラオケ配信でみんなで楽しく、どういう結果になっても楽しく終わろうねっていうあれで盛り上がれるかなと思ってカラオケ配信したんですけど、みんながさ私が歌ってる途中に飛び入り参加してくれてるから、普通に曲流れてるじゃん、で私ずっと歌ってるじゃん、でみんな来ます、でなんか歌も流れてるから止めるわけもいかないからずっと歌ってたんですけど、みんなにはさイヤホンしてないからどういう音が今流れてるかわからないじゃん、だから結構ねこの私が聞こえてる音とこのみんな ずれてね私に合わせて歌ってくれてるけど音が聞こえてないからさ結構ずれてて、なんかさ
それがねムズムズしたってみんな。さあちゃんもひこぱんにありがとう耐震で言ってたよ。なんかこちらこそありがとうっていう気持ちなんですけど。そうさあちゃんもさ、そうね、さあちゃんも私の配信に来てくれたりしたし、ちょっとごめんなさい無言になっちゃった。一緒になりたいねって言ってたから。多分私がこうなるのはちょっと違うけど、なんかさリハーサルがあったりしながら配信とかしながらみたいな、で一緒に公演もしながら合間を縫って配信を一緒にしたりとかしてたから、そう一緒に入りたいねみたいな感じで一緒に頑張ってたから、私がね言うのは多分おかしいけど悔しかったなって。でだからめっちゃ、一緒に一緒の期間配信してたから、一緒にそう同じ期間で配信をしてたからさ、多分同じそうその時の気持ちとかも一番共有できたのもさあちゃんだ。結構一週その配信を一週間一緒に頑張れたから駆け抜けたし、しかもさあちゃん途中で私の配信にも遊びに来てくれてたし、だからこちらこそありがとうって気持ちです。ちょっとしんみりしちゃったね、すごいね、お互いの配信にお邪魔してっていう感じだったから、一緒に頑張ろうねってしてたし、本当に、まあ、同期もたくさん駆けつけてくれて支えてくれてだったけど、サーヤもね一緒にその1週間を一緒にサーちゃんも配信してたから
頑張れたこともたくさんあったから、うん、一緒にね頑張れたのはめっちゃ嬉しかったです。さちゃんがいたから頑張れたのもあったから、だからさちゃんにお伝えくださいありがとうって言ってくれてたな、私も同じ気持ちだよってね。ひなたも頑張ってたしね。でもなんか配信を1週間してる期間さあちゃんと一緒になることが多かったから、あの会う機会も多かったし、うん、なんか本当にね、なんかみんなといろいろおのおので濃くなった感じがします。本当にうん、3人ともよく頑張りました、ありがとうございます。なんか鼻水出ちゃいそうそうですね、ありがとうの気持ちでいっぱいです。みんなに本当に楽しく配信ができてますし、なんかねすごい、あのイベント始まった時ぐらいは1日3時間配信ができるから、1日に3時間まず配信自体を1日に3時間したことがなくって、今まで、そうだからまず前1週間3時間配信自分に可能なのかなってもう思って、スケジュールをね考えるのも、どのタイミングに皆さんが見に来れてとかで、結構公演じゃないや、コンサートのリハーサル期間とかがあったりとかぶってたり、あと個人的には新しいポジションだったり、公演のあとね、結構毎日ね、ありがたいことに何かしらしながら、ながら、なんかいろんなことを同時進行しながらで、プラスのあのイベントに参加させていただいた形だったので、結構不安が大きかったんですけどね、皆さんが見に来てくださったおかげでめっちゃ楽しかったです。そうミラーボール、なんかミラーボールね、めっちゃね皆さんがあの光らせてくれてて、そうあのねめっちゃすごいなって思ったのは、最終日カラオケ配信したんですけど、あのずっとね一曲歌い終わるまでずっと光っててすごかったです。なんなら歌い終わってもあの光っててずっとなんかキラキラしてましたね、すごかったです本当にミラーボールでタワー立てる日が来るとは思わなかったなって、歌ってる間ずっと光ってね、すごかった本当に。なんかでも本当にあのシンプルに楽しい時間でした。多分私最後らへんわーキャーキャーってずっと言ってたと思うから、ね、多分うるさかったと思う。なんかもう終了時間が近づくためにワーキャー言ってたから、きっとうるさいうるさい配信だったと思うけど、そうねえ、びっくりだよ
ね、いっぱいいろいろ配信しましたよね。朝ごはん食べる配信も初めてしたし、なんか開封する配信も初めてしたし、なんだろう、なんかミラーボールの CM ってあるの？なくない？にぎやかでよかったって。さ、この子 MVP？ ね、この1週間で初めて出演しましたもんね。このイベントでこの子は初出演を決めましたので、私の配信。お、たくさん知ることできましたか？この1週間で。どんな人って思った？ めんどくさ質問、めんどくさい質問しちゃった。どんな人と思いましたか？ね、いろんなものを紹介したりとかもしたし。あ、そう、タグ これさ、タグ取ってないんだよね、ずっと。とてつもなく朝の強い人だなって思いました。なんで？朝からめっちゃ喋ってたから めっちゃ話してたからかな。あ、昔のね、バッタつ持ってる写真とかね、紹介したね。変な人？よしよし、あの人。リング、あ、今リングない。毎日動いてる日の見れて幸せでした。へえ、なんか嬉しい。バッタ、そう、バッタ持ってる、あのちっちゃい頃のちっちゃい写真は 初公開です。てか、あんまりちっちゃい時の写真見せたことないですよね、皆さんに。あんまりというか、初めてちっちゃい頃の写真を公開したかも。うん、初めてだ。初めて、初公開だ。毎日ひろちゃんの配信会えて嬉しかったです。ありがとうございます。何事、一生懸命？本当ですか？ねえ、初めて昔の写真載せたもん。一体何時に起きて準備したのって。何時だろう。普通に、でもね、そう、配信、朝配信するって決めてた時は、私はね、大体結構直前まで寝たいタイプなんですけど、でもやっぱり配信さ、何時からしますって決めてるのに、寝過ごしてしまったとかなるのが一番怖くて、すっごくね、ほぼないんですけど、アラームかけてたら絶対聞こえる人なので、ほぼないとは思うけど、なんかそれがめっちゃ怖くて、配信しますって決めてる1時間前には起きてた めっちゃね、それだけはしたくなくて。めっちゃ怖いじゃん。怖くて怖くて。だってみんなが朝頑張って起きてるのに、北川ヒーロー寝てたとかで、配信できませんでしたとか。怖すぎて そう、だから1時間前に起きてました。ちょっと30分前もちょっと怖くて、30分前で起きるね、1時間前、そう、1時間前 からでした。あ、メイクして、あ、確かに朝もそう、だから1時間前に起きたから、普通に逆に時間余りすぎちゃって、まつげだけやってたりとかでした。でも途中は、公演の前の時間、
それこそさあちゃんとかリンカが来てくれた時の配信とかは何もしてなかったですけど、もう何もしてなかったですけどもって感じ。え、すごい、配信開始の通知と同時に起きました。すごいね。それでしっかりさ朝から見れたってこと？すっげすっげ。そう、それこそね、それこそっていうワード結構使ってる気がする最近それこそあのさあちゃんが遊びに来てくれてた配信の時はあのリンカはもともとゲストで来てくれる予定はなかったの。リンカもその時飛び入り参加してくれました。あとその前の日かなのハンちゃんとココッペとリンカが来てくれた配信と、あとナナカも来てくれた配信の時はもうあのみんなその時間は誰もゲストを呼びしてない時間帯だったんだけど、公演前のリンカとココッペとハンちゃんが急遽来てくれて、でナナカも飛び入りで来てくれるっていうのをお約束してたわけじゃないんだけど、早く着いたからって言って来てくれたりとかで、本当にその日に急遽出たいって言ってくれたり、何も言わずにね遊びに来てくれたりとかだったんですよ本当に。だからあの渋井ちゃんとチーク菓子した時の配信もう本当はいくのちゃんもりんかもはんちゃんも来てくれる予定ってなってなかったんだけど、みんながあの出たいって言ってくれて、あとチーク菓子したいって遊びに来てくれてそうそうなんですよね。いくのちゃん最後も来てくれてたもんね。だってあのね、めっちゃちょっと聞いてほしくて、最終日の最後の時間帯に七日ざわち渋井ちゃん行くのちゃん来てくれてたじゃないですか。そうあのね、行くのちゃんね、そのガチャって急遽来てくれた、そのみんなが最後4人駆けつけてくれた時にその日初めて会ったもん、行くのちゃん初めて、初、その日初対面、初愛でした行くのちゃんだから行くのちゃんいるってなったけども、あと残り3分とかでなんかいろんなことにパニックになりながら、そうめっちゃそのいくのちゃんはその時に会いました初めてそうびっくりした本当に。本当だよ。で最終日はカラオケ配信をしてて、だからあの充電のところにイヤホンの、あの先をつけてたじゃないですか、つけてたんですね。でこうやって歌ってってしてたから、あの普通にあの充電が結構ギリギリになってた問題があって、でも歌ってたら充電できないじゃないですか。だから歌い終わった後にまた充電器、あのイヤホンの線抜いて充電器さして、でちょっとおしゃべりして次の曲決めるまで充電して、でまた歌うってなったらあのコード抜いてイヤホン刺してめっちゃね、多分見えてないけども、あの結構最後らへんの時間ね、あのそれとも戦っててヒヤヒヤしました。危なかった。だからちょっと何回か配信が固まった時はあの充電があと何パーセントですってなってたとか、そうよしと、ところどころ切れてたり多分してたとね、申し訳ないんですけどなってたと思うんですけど、あの充電を確認してとかちょっとしながら、ちょっとそんな感じでした。だからねちょっと激焦りでしたね。危なかった、ごめんなさいね。あの固まってた原因は全部私です。電波が悪いとかじゃなくて本当にごめんなさい。それだけはドタバタ配信で本当にね、よかった。
っと充電をしながらイヤホンして歌いわって充電してっていうそう、そこでね充電切れちゃったら結構終わり終わりというか普通に笑えないから危なかった。そう確認ちゃんと最後らへんちょっとね考えながら、それもうよかった本当にそれだけはあ今日全然これを読んでなかった。ちょっとね最初からうーん、ね、危ない、マジ伝説に、そんな伝説いらないじゃん。消えた？今日もいっぱい光ってる。ミラーボールが似合うってなんか嬉し、喜んでいいのかしらって喜んでいいのかな。そうね、本当にいろんな楽しいことだらけで終えることのできた1週間でしたね。てか1週間があっという間だった。体感がなんかでもね1日1日が濃かったから、すっごいその1週間前がめっちゃ前に感じるけども、感覚的には1週間こうやって振り返った時に結構1週間終わった感じですね。なんかほーって終わって、でも一日一日を振り返りしたらめっちゃ前に感じるっていう感じ、難しい感じ。イベントを始めますってした日が、ん？始めますって告知っていうかご報告した時はめっちゃ2週間前ぐらいの感じだけども、時の過ぎスピード的にはめっちゃ秒って感じな感じでした。一瞬すごい濃い1週間でしたね。ね、あっという間で多分それだけ楽しかったんだろうなって思ったし、やっぱりたくさんみんなが遊びに来てくれたからなんかちょっと違うね姿を見せられたりとかだったし、12秒ぐらいは嘘よ、12秒は嘘だよね。1日が濃かね、楽しいと早く過ぎるって言うじゃん、それやん絶対にね。1日1日が永遠の1日に変わりました。ざわちゃん、ざわちゃん系で、ところでなんですけども、このイベントに参加ご協力してくださった方の1位から100位の方を、1位から99位か100位の方かはお名前を今この配信で呼ばせてもらってもいいのかしら。ザワチといえばメタリックピンクそれはそう、もう初めて聞いたもん、メタリックピンクなんて。気になるけどザワチのランドセル送ってもらおうかな、良いのかな、このここでさらに愛重くなったけど許して、うーん許す許すよ。え、いいかな、ここでお呼びしてもいいかな、アイシャドウ変えた。あ、ちょっとね今日は公演じゃないからちょっといつもと違う感じのメイクしました。すごい
すごい気づくの？すごじゃあ100位の方からお名前をお呼びしていきたいと思います。この今日の配信じゃなくて、あ、危な、今日の配信ではなく、このイベント1週間を通してご協力くださった方のこのランキング、たくさん、本当に100位からの発表になるんですけど、本当にこれ以上の方たちが応援してくださったおかげでの今回の3位という順位なので、ちょっと100位からにはなるんですけどもね、本当にたくさんの方から協力いただいたのは本当に変わりないので、皆様にありがとうございますっていう気持ちなんですけども、100位から発表させていただきたいと思います。はい、100位、第100位、はいはい、恋っていうから会いに行くさん、100位です。ありがとうございます。そして、99位は馬太郎さんです。ありがとうございます。そして98、クラウスさんです。ありがとうございます。97位、ちょっとこれ 手でやるの難しいかもなんかこれ難しいかなって思い始めた。97位、ダニーアットマークおいもちゃん好きすぎ病くるまれ隊さん、ありがとうございます。ありがとうございます。一応あと35分ね、終わるかしら終わるかな。で96位、クリボーさん、ありがとうございます。95位、白熊さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、94位、小中力さん、ありがとうございます。そして、あ、間違い、ちょっと待ってごらんなさいませ。93位、あっくんさん、おめでとうございますよね、間違えました、ありがとうございます。92位、つよぽんバロンさん、おめでとう、あ、待ち、なんで私おめでとうございますって間違えた、普通にごめんなさい、ありがとうございますって言いたいのに、ありがとうございます、ごめんなさい、間違えました、ありがとうございます。91位、にょろちゃんさん、ありがとうございます。90位、まさしアットマークこれからも葉月神吉宣言さん、ありがとうございます。89位、きゅうり屋さん、ありがとうございます。きゅうり屋さん。88位、ちゅうっちょさん、ありがとうございます。そして87位、おさむさん、ありがとうございます。そして86位、リベロさん、ありがとうございます。85位、ファントムさん、ありがとうございます。84位、ペネさん、ありがとうございます。83位、さときちさん、ありがとうございます。82位、野口アットマークいくのさん、ありがとうございます。はい、そして、あ、もう、はい、81位、源さん、ありがとうございます。
80位ワフさんありがとうございます。79位前田まーさんさんありがとうございます。78位きょさんありがとうございます。ありがとうございます。77位はるばるとうさんさんありがとうございます。とうさん76位銀一のけんアットマークもがみんさんありがとうございます。75位ノエルイサオ1038ワンちゃんマークさんありがとうございます。74位ルイボスティーかっこ本物さんありがとうございます。30分前です。そうです、多分私間に合わないかも。73位ヤシタンさんありがとうございます。72位ユンユンさんありがとうございます。71位ドンちゃんアットドンギツネさんありがとうございます。キツネ誰推しかほんのり分かるの楽しい確かにね、ほんとね、いろんな方の推しね、推しメンの方ん違うわ、いろんな方を推されてる方もお邪魔してくれてて本当に感謝でいっぱいです。続いて70位やすさんありがとうございます。69位そらさんありがとうございます。ありがとうございます。あ、これなんて読もうかしら。98位あの困った顔をしている顔の方さん、これこの68位のこの方、この方です。おめでとうございます、じゃない、ありがとうございます。あのなんて読んだらいいのかわかんない、あの困り顔の方ありがとうございます。そして67位ワーロックさんありがとうございます。66位 HKT 超絶オッチさんありがとうございます。そしてはい65位ココニタンさんありがとうございます。64位ヤスさんだよさんありがとうございます。63位もぎたてりんごさんありがとうございます。62位流星パシェ大好きさんありがとうございます。61位中地さんありがとうございます。そして60位ミュアットマーク HKT 箱押しさんありがとうございます。そして谷59位谷川豊さんありがとうございます。そして58位鈴丸アットマークもがみんさんありがとうございます。そして75位ハニさんありがとうございます。56位ルルルンさんありがとうございます。55位アシュラーカッコカリーのガッさんありがとうございます。54位まさきさんありがとうございます。ありがとうございます。53位パンダさんありがとうございます。パンダさん52位ゆうちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。51位ゆずこしょうさんありがとうございます。
50位キリン太郎さんさんありがとうございます。そして今やっと半分のところにやってまいりましたこれは今はイベント1週間イベントに協力してくださった方たちのランキングを読ませていただいておるところでございます。それでは続いて49位、サティさんありがとうございます。ありがとうございます。そして84位、ヒロニャンアットマークメル魂さんありがとうございます。47位、マッハ666さん666か63ありがとうございます。そして46位、ポテイトさんありがとうございます。ありがとうございます。45位、ブーちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。44位、ドラクエさんありがとうございます。43位、もっちゃんさんありがとうございます。42位、まつおっちさんありがとうございます。ありがとうございます。41位、セノールさんありがとうございます。40位、つよりんこさんありがとうございます。ありがとうございます。39位、太陽さんありがとうございます。ありがとうございます。38位、 RKP さんありがとうございます。ありがとうございます。37位、茶沢通りの魔術師さんありがとうございます。ありがとうございます。そして36位、角野やすじさんありがとうございます。38位、ヒュルケンアットマークハッシュタグヒービスさんありがとうございます。そして34位、パンケーキさんありがとうございます。あ、パンケーキ食べたくなってきた。ありがとうございます。33位、レナメロアットマークモガミンさんありがとうございます。32位、昔は美少年さんありがとうございます。ありがとうございます。そして31位の方から、31位、和明さんありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたしました。30位、プロトレックさんありがとうございます。30、こっちかな。そして29位、みなみさんありがとうございます。28443S さんありがとうございます。28 ありがとうございます。27位、たもちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。そして26位、ゆかさんありがとうございます。25位、ひろっちさんありがとうございます。24位、ゆうかひーちゃん大好きさんありがとうございます。
23位龍大さんありがとうございます。22位ビーバーアットマーク林家族さんありがとうございます。ありがとうございます。そして、22位、あ、間違えましたね、今発表しましたね。21位ルンルンアットマークモガミンさんありがとうございます。そして20位、お、いよいよ20位の発表になります。20位、なぎいちアットマーク姫推しさんありがとうございます。20、20、20、で19位たけさんアットマークひいこぱんさんありがとうございます。19、19、19、18位あきあきさんありがとうございます。18位ありがとうございます。そして17位よいちろさんありがとうございます。17ありがとうございます。そして16位てっちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。そして15位ガッチョさんありがとうございます。ありがとうございます。15、そして14位ともちゃんさんありがとうございます。そして13位切腹さんありがとうございます。ほい、そして12位ホクピグさんありがとうございます。ホクピグさん、ホクピグさん、どっちだろう、ごめんなさい、わかんない、ありがとうございます。そして11位ハノンさんありがとうございます。はい、そしていよいよ10位、このイベントのを通して1週間の10位の方からの発表となります。それでは、あ、え、自由なハート10位の方たちはトップ自由なハート付きなのだろうか。そうですね、やっぱりこの配信でその自由なハートっていうやつが爆誕したのでハートしますか。しばらく多分登場する機会ないと思うから、アミガヒーローはんじゃ10位の方からいきたいと思います。いきます。10位、第10位は花子さんです。自由なハートありがとうございます。で9位、第9位は M おばさんありがとうございます。ハート、ハート、結構綺麗じゃないこのハート、綺麗、ありがとうございます。8位シムアットマークゆりさん推しさんありがとうございます。ハート、これがね一番シンプルで王道なハートですね。ハート。7位埼玉のピーピロさんありがとうございます。7、ハート。そして6位イソピョンさんありがとうございます。ハート。ありがとうございます。そして5位スタッチさんありがとうございます。ハート見てた方たちはご存知なザワチハートです。ザワちゃんしか、この世でザワちゃんしかやってないハートです。
ありがとうございます。第4位ハート、ありがとうございます。お、固まったかい、固まった、大丈夫かしら、大丈夫みたいかも。そして第3位、みんなみくさんです。ありがとうございます。ハート、ありがとうございます、ありがとうございます。そして第2位、憂鬱なバラアットマークソンミンさんです。ありがとうございます、ありがとうございます。うーん、なんだろう、じゃあこれやばい、新しいの作ってしまった。ハート、ありがとうございます、ありがとうございます。そして第1位は、じゃん、水色さんでした。ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。ということで、今回のイベントの1週間のランキングの方を、100位から発表させていただきました。ありがとうございます。この名前、お名前をお呼びしてない方もですね、本当にたくさんの方がいっぱい応援してくださって、この3位という結果、目標としていた結果に届くことができましたしね、紙面に掲載されることも決定いたしましたので、本当にね、このお名前をお呼びした方もそうですけれども、本当にたくさんたくさんみんなさんがね、応援してくださったおかげで本当にこの結果となっていますのでね、たくさん、本当にたくさんの方が応援しに来てくださって、このビスの紙面に掲載されることが決定いたしましてですね、そう、この掲載が決定したんですけども、そのそれでははですね、ビスの2024年の4月発売になるビスの雑誌の方に紙面で登場させていただきます。すごい、あ、こんにちは、こんばんは、青木さんが、青木編集長さんからコメントをいただきました。ありがとうございます。1週間本当にお疲れ様でしたと言ってくださってるんですけども、本当にね、皆さんの支えがあっての1週間でしたので、本当に皆さんこそ本当にお疲れ様でしたっていう気持ちです。たくさんもう1週間ね、配信をしてるから多分でね、なんかやりたかったこともちょっと犠牲にしたりとかもあったと思うんですけどね、本当にたくさん付き合ってくださったなっていうふうに思ってます。4月発売、4月号かしら、ちょっと間違えた今言葉、やばい、ちょっと待って、少々お待ちくださいね。私が、あ、そう、合ってます、よかったよかった、2024年の4月発売のビスの方に掲載させていただきますので、
よろしくお願いします。本当に皆さんのおかげで目標にたどり着くことができました。しかも本当に毎日楽しく配信もできたので、なんかたくさん知っていただける機会にもなったのかなと思って、すごく楽しかったです。ありがとうございます。本当に、あら、4月号やけん4月発売、うん、4月の詳しい詳細の方はまたご報告いたします。そしてそうですね、ただこのチャレンジをして、この10代の間にこういう風に皆さんと初めて一致団結できたのはすごく私の中で大きかったなって思います。なので、なんかそうね、10代ももう残りわずかということで、この期間にこうして新しいことにチャレンジすることができたのも皆様のおかげですし、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。撮影とかはどのタイミングになるのかはまだ全然わかんないんですけども、ぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。本当にワクワクですね。それもそうだ、だってそうだもんね。ありがとうございます。本当にたくさんたくさん1週間お付き合いいただいて、応援してくださってありがとうございました。だからもう発売される時にはもう20歳なので、撮影のタイミングは分かんないんですけども、はい、本当に皆さん、今日お名前をお呼びした方以外にもたくさん協力してくださったり見に来てくださったり方もいらっしゃると思うので、そしてメンバーもね、同期も、そしてあきさんもね、登場してくださいましたし、たくさん感謝の気持ちでいっぱいです。今日もね、しかも結構長い間ね配信をさせてもらってるんですけど、それもお付き合いしてくださって本当にありがとうございます。そう、あとこれから、これからっていうか、これからの話というか、そんな重い話じゃないんですけど、これまでは結構配信を結構1週間以上空いて1時間の配信をしたりとかだったんですけど、これからは結構そのスパンを短く、配信する時間は短くなってしまうかもなんですけど、なるべくたくさんいろんな日にちで配信をね、していけたらいいなっていう風に考えてます。なのでこれからも配信は、イベントはもう終了したんですけど、このショールームで会える機会をこれから増やしていけたらいいなって思ってるので、よろしくお願いしますその都度また告知をはちゃんとする心意気ではありますが、突如急遽開始したよってなるかもしれないけど、まあ、そんな時は予定がある時だけ遊びに来てくれたらなっていう風に思ってます。では本当にイベント1週間皆さんのおかげで突っ走ることができましたし、たくさん思い出もできました。本当にありがとうございましたね。そう、うん、全然ね、ありがとうございますありがとう、よかったです。こうやってみんなさんとね、なんか通じ合えてすごく嬉しかったです。はい、ということで本当に本当に私のね、わがままっていうか、叶えたいって言ったことにたくさんね、いいと思うって前向きな言葉をかけてくれて、応援してくださって本当に嬉しかったし、頑張ろうってなれる勝手になったので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。1週間イベントにご協力いただいてありがとうございました。本当にたくさんありがとうございました。あ、そうだ、今日のこの配信のランキングの方もね、忘れずにいきたいと思います。それでは今日のこの配信のランキングを読まさせていただきます。13位、谷川豊さん、ありがとうございます。12位、ゆうかアットマークビス4月号楽しみにしてる3、ありがとうございます。合ってるよね。あ、違うわ、
合ってるよね、合ってる合ってる、ありがとうございます。楽しみ、この続きがさ合ってるかかな、うん、楽しみ、びっくりマーク、サインおめさんからでした、ありがとうございます。11位、みんなみくさん、ありがとうございます。10位、埼玉のピーピロさん、ありがとうございます。9位、ぬよろちゃんさん、ありがとうございます。8位、ビーバーアットマークリン家族さん、ありがとうございます。7位、ビーバーアットマークリン家族さん、そして6位、つよし、あ、間違えました、つよし12秒さん、ありがとうございます。5位、たけさんアットマークひいこぱんさん、ありがとうございます。4位、りゅうだいさん、ありがとうございます。3位、みずいろさん、ありがとうございます。2位、しむアットマークひいろがんばれさん、ありがとうございます。そして今日の1位はせっぷくさんでした、ありがとうございました。それではね、本当に感謝の気持ちをね、全然足りないぐらいなんですけど、伝わったらいいなというふうに思ってます。本当にたくさん応援してくださってありがとうございました。これからも配信でとかおしゃべり会とかもあったりするので、公演だったりも会えたりするけど、のでこれでお別れとかじゃないので、配信、あのイベントが終わったっていう、あのお礼の配信なので、あの全然いなくなるわけじゃないのでこれからもよろしくお願いします。はい、本当に1週間応援してくださってありがとうございました。それでは皆さん、ゆっくり、本当にイベントの疲れもまだ残ってると思うので、ゆっくりお休みください。それではおやすみなさい。ありがとうございました。遅くまでありがとうございます。バイバーイ。